それではやっていきましょう。なぜエジプト文化の神聖文字が発見されたのかということになります。神聖文字の要するに発見は、時を遡ることナポレオン遠征に遡ります。ナポレオンが遠征した時に、ある石を発見します。ほんと石です。こんな石なんですけどね。石っていうのがあるんですけど、ロゼッタストーンというのがあります。ロゼッタストーンっていうのは何かっていうことに関して言うんですけど、簡単に言うと、文字大量に書き込まれた石です。これがロゼッタストーンというのになります。はい。つまりこのロゼッタストーンによってですね、なんか知んないけど、これいっぱい文字書いてんだけど、これなんじゃこりゃみたいな感じで、まあ、ナポレオンが持ち帰ってくるみたいなね。はい、ナポレオンが、何これみたいな感じで、何これわかんないみたいな感じになる。で、学者が要するにいて、このシャンポリオンっていうのがですね、シャンポリオンが、ああ、こういうこと書いてんだっていうのを、まあ、配属したんですね。逆にすげえなっていうね。何の手がかりもなく、どうやって配属したんよ、お前っていう話になるんですけど、これが要するに神聖文字の発見です。いいですか？神聖文字っていうのはエジプトが滅んで、ナポレオンが遠征した時に発見される。ロゼッタストーンっていうのを発見します。ロゼッタストーンのところに神聖文字がびっしり書かれた、なんか知らないよくわかんない石を持って帰ってきます。よくわかんない石をシャンポリオンが解読しました。ということになります。これが神聖文字の発見の要するに一例ということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。